られちゃって、うん、え、またバッチリで避けられちゃって、やったじゃないですか。だってそのために手術なんで、それで、まあ、土曜日、あさって見てもらって、調子を見てもらって、それで、判断ができた。へぇI'm
Okay.
でやってるように見えたかな。できれば成功の方です。
Yes.
んでしょうねみたいな。何もやらなくてもならない。そうね。
Thank you.
っぱりどうしても未経験の人、あとこの位置のまま、この後ろの足も浮かせちゃダメなんですけど、つま先をしっかり残したまま、ジャブで、ジャブを長く伸ばすと右の引き金が引かれるんです。これを戻すと同時にこう、でこうなったりこうなったりとかしないように、まあ、肩とか水平に。当たる瞬間に合わせる。さっき多分やってもらったと違うと思うんですけど、バチッて打ったときに、こっちだと今スカスカってなって、なんか打ってるみたいな。それはインパクトの瞬間にちょっと合わせてくる。それでなんか拳の握りとか力が伝わってるのかちょっと分からない。来る瞬間に、そうそう。そしたら音が鳴る。そう、相手の攻撃を受けなくて、今だったら、ちょっと平面があるんで、
俺も最初はね、憧れて、そう、俺も入ってたんですよ。エレファントでちげえなと思って、そう、スワちゃんの方が高い、まあまあまあ、そうです、テーピングの方がイケてんな。昔のキックボクサーとか。自分と同じぐらいのサイズのやつ絶対効かない。いや、それも言われて、そう、ちょっと強くやろうと思ったけど、でもあれぐらいでいいと思う。いや、でもあれもうちょっと強くやちょっといいじゃん。ミットでやった方がいいな。そう、そうだね、そうかね、練習しないとダメだ。マイケル嫌だわ。マイケルは強くしまうから。よし、マジThank you.
Thank you.
回ぐらい、もっきり誘ったわ。ちょっとに出さないで。そう、いや、いた。いや、ちょっとね、倒れるかもやったぐらい。すごい。その時に、ここの
1年半年ぐらい練習してたら、あと同じって言ったら、
Sure.
けど、こうステップ絶対大事。こうやって、パッパッて自分が打った後にこうステップ。このステップが全然ないから、そういう感じになっちゃった。そうそうそう、攻めるときとかはもうこのまま攻めてもいいかもしれない。パッパッてコンビネーション当てたときに回るってなったら、Yeah.
ぐってやるのにだんだん強く蹴ってる。そんな同じ場所に吸い付けるイメージやってる感じ。3分の使い方が全然違う。めっちゃちょっとやってみよう。徐々に最初のペチッってことか。はい、時間3分だよって言ったからずっと3分フルで消え続ける。いいベッドじゃない。ペチッね、チッって吸い付ける。Yeah.
というか同じ場所。そうだね。絶対同じ場所。ピンポイントで同じじゃなくて行って、超いて。富田さん分散されてるから。そうだね。なんか同じ位置に蹴れてない気がする。威力はあるのに、もったいないな。そんな感じです。うん。やべえ。疲れた。疲れた。行って超いたんだ。見た目が1メーターというのが出るんで、全部されるので。
見た目強そうな人すげえ見えてるな。シャワーすごいっすよ。もっと使わないもんね。みんなやってると少しずつ。そうそう、だから最初はできない。普通のキックボクシングジムと違って入会とかないからもういつバックでもいいっていうそういう理由があるんで。今日息子はテスト期間中だから塾行っちゃった。それは大事だ。それは大事だ。塾が大事だ。それは今日思うな。ナノさんのパンチもらったら倒れちゃいますよ。結構破壊力ありますよ。顎に入ったらちょっと当たらないです。今のだって、あれのチャンピオンがありますよ、K-1 の。
あんま兄弟で出てる。なんだ兄弟で出てる YouTube もやってる。あ、そう、うん、兄弟でさ、K1 じゃないか、今 K1 じゃないのかもしれない。あれや、桜はピックじゃん。違う違う違う、あれはあれアウトサイド、山際に負けたやつ、山際に負けたやつ。大丈夫、兄弟でちょっと若い男前みたいな。近藤だ。あ、近藤海星じゃないか。あ、違う。あれ兄弟ですよね。